ヒュラーズの手を取って、泉に引き込もうとするニュムペイたち。ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス作、ヒュラスと妊婦たち。マンチェスター市立美術館所蔵。ヒュラーズは、ギリシア神話の人物である。長部員を省略してヒュラスとも表記される。ドリオプス人の王、テイオ・ダマースとオーリーオーンの娘でニュムペイのメノディ系の子。あるいは、ケイユクスの子。 ヒュラースはヘイラクレースに使える美しい少年で、ヘイラクレースに愛された。しかしヘイラクレースに従って、アルゴナウ隊に参加したが、美しさゆえに、泉のニュムペイにさらわれたという。ヘイラクレースは、ドリオプス人が非道な人々だったのでテイオダマースを、殺し、館から幼いヒュラースを奪って、従者として育てた。 ヒュラースは、優れた従者に成長し、ヘイラクレースの弓矢持ちを務めた。アルゴナウタイが、清須川川口近くのキアノスに上陸した時、ヘイラクレースは森に木を切りに行き、ヒュラースは、近くの泉に水を汲みに行った。しかしそれは、土地のニュムペイたちが、株団を作って、アルテミスを祭る時であり、ヒュラースが向かった泉のニュムペイたちも、 水底から水面に上がってくるところだった。そしてヒュラースを発見して、一目で彼の美しさに魅了され、水を汲もうとするヒュラースの手を取って水底に引き込んでしまった。ヒュラースは驚いて助けを呼んだが、駆けつけたポリュペーモスは、ヒュラースを発見できず、帰ってきたヘイラクレースにそのことを伝えた。ヘイラクレースは、 ポリュペーモスと共にヒュラースの名を呼びながら探したが、ついに発見できず、その間に、その他のアルゴナウタイたちは、待っていた風が吹いたので、ヘイラクレースたちがいないことに気づかずに、出港してしまった。ヒュラースは、推定でニュムペイの夫となったが、そのことを知らないヘイラクレースは、土地の人々を脅迫して、ヒュラースについて、聞き出そうとした。そのため人々は人質を出し、 ヘイラクレースの代わりに、ヒュラースを探し続けることを誓った。そこでヘイラクレースは人質をトラーキースに住まわせ、自分はエウリュステウスの難業を果たすために戻った。またポリュペイモスはこの地に、キオス氏を創建した。ヒュギーヌスによると、ヒュラースがさらわれたのは、キオスとアスカニオス側の近くで、アルゴナウタイが出港したのは、アルゴー船が風に流されたためだった。 また、ウェルギリウスはスイフたちがあまりに大きな声でヒュラースを呼び続けたので、騎士全体が、ヒュラー、ヒュラーと小玉を返したと言っている。テオクリトスによるとヒュラースをさらったニュムペイたちは、エウニス、マリース、ニュケアである。ヘイラクレースは、ヒュラースを探して、大声で三度呼ぶと、ヒュラースも三度呼び返したが、推定から叫ぶため、 ヘイラクレースにはまるで遠くから叫ぶように聞こえた。ヘイラクレースは結局発見できず、徒歩でコルキスに向かい、アルゴナウタイたちと再会したという。アントーニーヌス・リーベラーリスによると、ヒュラースが水汲みに向かったのは、アスカニオス側である。また、ヒュラースをさらったニュームペイたちは、アスカニオス側の娘で、彼女たちがヒュラースに恋をして、泉に引き込んだという。 彼女たちはヘイラクレースがヒュラースを探し続けるので、いつか発見されるのではないかと考えて、ヒュラースを小玉に変えてしまった。このためヒュラースは、ヘイラクレースの呼び声に何度も声を返したが、結局発見されなかった。ヘイラクレースは、自分で探すことを諦めて、アルゴナウタイたちと共に出港したが、この地に、ポリュペーモスを残し、ヒュラースの捜索を頼んだ。 しかし、ポリュペーモスもヒュラースを発見できず、土地の人々は、今でもヒュラースに犠牲を捧げ、神官が名前を三度呼ぶと児玉が三度帰ってきたという。ストラボーンもヒュラースの祭祀が、後世まで残っていたと述べているが、それは、人々がヒュラースの名を呼びながら、山中を歩くという、競争の祭礼だった。ありがとうございます。